ラウドパーク、ラウドパーク、ラウドパークは日本で行われてきたヘビメタルフェスティバルである。略称としてラウパとも呼ばれる。ラウドパークは正統派のヘビメタルに加え、スラッシュメタル、メタルコア、デスメタル、メロディックスピードメタル、ゴシックメタル、ハードロック、ロックンロールなど多彩なサブジャンルを包括するヘビメタルの総合的なフェスティバルである。2006年以降、 毎年10月に首都圏で行われている。近畿地方でもより小規模のジョイントライブが同盟を関して行われることもある。首都圏の公演ではステージの MC はサッシャが務めている。2006年より一貫してクリエイティブマンプロダクションが企画、昌平。クレッティベマンは米資本のライブネーション、チケットマスターと2013年より提携関係を結び、 2014年に資本参加となった。2006年に千葉の幕張メッセで2日間開催され、ヘッドライナーを務めたメガです。スレイヤーを筆頭に、出演バンドの豪華さが大きな話題を呼んだ。大阪でもラウドパーク大阪と称して、数バンドによる夜のみのライブが2日間行われた。2007年には埼玉の埼玉スーパーアリーナで開催され、集客は 前年を下回ったものの音響の改善や出演バンドが実力派揃いであったことにより観客の反応は概ね良好だった。またこの時の公演がヘビメタル最高峰のボーカリストとされるロニー・ジェームス・デオの最後の来日となった。2008年には再び埼玉スーパーアリーナで開催されスリップノット、モトリー・クルーといったアメリカ本国では 大衆的な人気を誇るバンドを起用。集客は好調であった。2009年には3年ぶりに、千葉、幕張メッセに戻り、メタルボットと呼ばれる、ジューダス・プリースと、スラッシュメタルの帝王とされる、スレイヤーを中心に極めて豪華なラインナップとなり、過去最大の集客となった。2010年は、埼玉スーパーアリーナでの開催となり、ヘビメタルを象徴する存在の一人である。 おじいおずぼうぎやヌーメタルの子祖とも言えるコーンも参加。関西地域でも初となるフルパッケージのフェスティバルが行われた。2011年は東日本大震災と福島第一原子力発電所事故の影響からか1日のみの開催となった。ハードロックバンドを中心とする婦人でありながらヘッドライナーがラップメタルバンドのリンプビズキットであったことが大きな 不評を買った。また初日の前座として、ヘビーメタルとは相入れない、アイドルグループである、桃色クローバーットが、アニメタル USA のゲストとして出演したとも、波紋を呼ぶことになった。2012年は、前年に引き続き1日のみの開催となったものの、埼玉スーパーアリーナでの公演としては、初となる3ステージ制が導入されることとなり、エクストリーム系のバンドが、 数多く出演。1日あたりとしては、過去最大の集客となった。2013年は3年ぶりに2日間での開催となり、チェスター・ベニントンをフロントマンに迎えたストーンテンプル・パイロッツ及び、キングダイヤモンドの登場が発表された。しかし、キングダイヤモンドの出演は開催前日にキャンセルとなり、王者イングベイ・マルムスティーンがヘッドライナーを務めた。 2014年は、プログレッシブメタルの代表格である、ドリームシアター及びマノウォーの登場が発表された。しかし、マノウォーの出演は、直前にキャンセルとなり、このフェスティバルに、最多出場を誇るマイケル・アモット率いる、アーチ・エネミーが、急遽、ヘッドライナーを務めた。2015年は10回目の開催を記念し、3ステージ制の上に、 歴代の中でも最も豪華とされるラインナップを揃え、入場券の販売開始直後に2日券や指定席券が完売するなど大きな話題を呼んだ。2016年は前年に引き続き3ステージ制を採用。ドイツのバンドながら70年代から世界的な成功を収めるスコーピオンズ、デイビッド・カバデール率いるホワイトスネークがヘッドライナーを務めた。 2017年は3年ぶりにステージ制となったものの神と呼ばれるマイケル・シェンカーがマイケル・シェンカーフェストとして自身のバンドである MSG の歴代のボーカリストとメンバーを率いて出演。さらに5度目のヘッドライナーとなるスレイヤーが出演した。2018年は開催されないことが公式に発表された。 翌年以降の開催については検討中としている。音楽演奏の他に、各出演バンドのメンバーによるサイン会なども開催される。各出演バンドのロゴ入り T シャツなどを購入できる、グッズ売り場も大変人気があり、毎回長蛇の列ができる。早い時間に売り切れてしまう商品もあるため、欲しいものを確実に手に入れるためには時間の余裕を見て、会場に到着しなければならない場合もある。 長時間にわたる公演の最中、観客の飲食は一旦外出するか、もしくは会場内に設けられた屋台やバーを利用することとなる。屋台で提供される料理には、タイ料理、トムヤムラーメン等、ハワイ料理、ロコモコ等、ケバブ、マグロ丼、スモークターキーなどがある。以下のバンドは、出演が発表されていたが、開催前にキャンセルとなった。以下のバンドは、 出演が発表されていたが、開催前にキャンセルとなった。以下のバンドは、出演が発表されていたが、開催前にキャンセルとなった。これらの CD に収録された曲は、会場での演奏を収録したものではなく、出演したアーティストの代表曲を集めたオムニバス CD であるので、購入の際には注意が必要である。ただし、バール2には、 ボーナストラックとして3曲のみ会場での演奏を収録している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。